たちは数々の難題を乗り越え、ついに最後の部屋へとたどり着いた。手に汗を握り、君たちは最後の質問を待ち構えているだろうが、その前にやらなければならないことがあるぞ。そう、これまでの確認だ。というわけで、泣いても笑っても最後の問題だぞ。君たちは答えてもいいし、答えなくてもいい。あなたの武器って？それで本当にいい？浮気が起きたか。君たちはある一つの答えを自らの意思によって選択した。これで全ての質問は終了した。正解はなく、ただ君たちの後ろには選んできた道があるのみだ。それではいよいよ運命の相手を発表しちゃうお時間だぞ。なんか人事ながら緊張すんな。まさか俺か。いやいや、なんでだよ。運命の相手が男って悲しすぎんだろ。静かに、油断するな。運命の相手はズバリこの人なのだ。なんだこのスポットライト。そうか、俺が優勝ってことだな。優勝者をこんな目に遭わせるなんて。俺は何で優勝したんだ。どうやらたどり着いてしまったようだ。またこの声か。ここは運命の相手と巡り合った恋人たちが愛を語る道のようだ。この先には一体何が待ち受けているのだろう。手と手を取り合い、好奇心と恐れを胸に足を踏み出してもいいし、踏み出さなくてもいい。やれやれ、運命の相手だの恋人だの何を言ってるんだか。まあいい、足を踏み出すかどうかの選択肢は俺たちにあるようだからな。ここは落ち着いて判断を。足を踏み出してもいいし、踏み出さなくてもいいと言っているぞ。さあ足を踏み出したまえ。選択肢ないじゃないか。それなら進むしかないな。カモじゃなくて当然罠だろ。今は俺たち二人きりだ。戦力が激減していることを忘れるな。だが心配はしなくていい。どんなシャドウが来ても俺の拳で沈めてやるさ。これでも一応お前の先輩なんだからな。よし、準備はいいか。油断するなよ。すると突然、ご列席の皆様方にお知らせがあるぞ。またか。今度は何だ。前方に見えてきたのは幸せに包まれた新郎新婦の愛のメモリアルフォトグラフだ。君はご覧になってもいいし、ならなくてもいい。どうせ選択肢はないんだろ。何かわかるんだ、とっとと見て進むとしよう。俺とお前の結婚式ということか。結婚と言われてもな。そうだな、俺は結婚には全く向かない人間だ。いつか穏やかな生活を求める時が来るのかもしれないが、今は想像もつかないな。でこの写真は何なんだ。
ここの迷宮の主は俺とお前を結婚させようとしているのか。無茶だろ。お前が嫁さん、無茶だろ。さあお待ちかねだよ。いよいよ新郎新婦のご入場だ。君たちは結婚してもいいし、しなくてもいい。しない。君たちは自由意志によって永遠の愛を誓うことにした。やはりだ。分かっていたぞ。選択肢がないなんてことは。さあ、二人で扉を開けたまえ。Thank you.
Break the throne before.
方であります。守っているものを手に入れれば、おそらくは我々がいた世界へと帰る扉が開く。この扉があなた方の住む現実世界へとつながるのは間違いないでしょう。いろいろと確かめたのだけれど、扉の先にシャドウの気配はないようですし、片方の扉からは私のよく知っている世界の気配がいたします。そしてもう片方からはエリザベスたちがよく知っている匂いがすると。これで半分ってとこか。案外楽に終わりそうだな。あ、張り合いがないぐらいだ。もっと強いやつは出ないのか。次の迷宮ですが、リスちゃんと探り当てました。放課後悪霊クラブっていう出し物で、場所は2年4組です。2年4組八十神高校って各学年とも3組までだよね。その出し物の名前ダメなやつじゃん。
名前からしてお化け屋敷でしょうか。ちいさん怖いんですか、大人なのに。言ってやるってば。では皆様、お気をつけて行ってらっしゃいませ。ようこそベルベットルーム。ともあれ、何をなさいますか？